第二次世界大戦中のダブリン空襲では第二次世界大戦中にアイルランド共和国の首都ダブリンにドイツ空軍が実施した空襲について説明する。なお、アイルランドは当時中立国であった。空襲が初めて行われたのは1941年1月2日、早朝でダブリン南部のテレニュア地区にドイツ軍が爆弾を投下した。翌1月3日、 早朝、ダブリン南部のサウスサーキュラーロード地区にあるドノアテラスの軒並みがドイツ軍による爆撃を受けた。これらの爆撃では多数の負傷者が出たが死者は出なかった。その後、1941年5月31日にはダブリン北部にドイツ軍の爆弾が4発落ち、そのうち1発がアーレスアン・ウフタラーンに被害を与えたが最も大きな被害を受けたのは ノースストランド地区で28人が死亡した第二次世界大戦中、ドイツ空軍による初のアイルランド共和国本土への爆撃は、さらに数ヶ月前の1940年8月26日、ウェックスフォード県キャンパイルで行われ、3名の死者を出している。第二次世界大戦が始まると、アイルランドは中立の立場を取り、非常事態を宣言した。 1940年7月までにドイツはポーランド、デンマーク、ノルウェーを軍事的に制圧、ルクセンブルグ、ベルギー、オランダ、フランスを制圧した後、イギリスはイギリス連邦、イギリス帝国と共に単独でナチスドイツに立ち向かっていた。1941年5月までにドイツ空軍は北アイルランドのベルファストを含む数多くのイギリスの都市を爆撃した。 イギリスの一部である北アイルランドは戦時下にあったが独立国のアイルランドは中立の立場をとっていた。1941年6月下旬にバルバロッサ作戦が開始されるとイギリスを目標としたドイツの無差別爆撃は減少した。アイルランドは中立国であるにもかかわらずいくつもの爆撃を経験したキャンパイル空襲の6日前にあたる1940年8月20日。 ドイツの爆撃機が、名誉圏のブラックロック島を機銃装作し、灯台の数枚のランタン板と屋根に損害を与えた。1941年1月2日の午前10時頃、テレニュアのラスダウンパークに2発の爆弾が投下された。一発目の爆弾は、ラスダウンパークとラスファーナムロードの角にある家の裏の、柔らかな地面に落ちて、巨大なクレーターを作ったが、それ以外の被害は、 ほとんどなかった。二発目は、ラスダウンパークの25番地と27番地の家の裏に落ちて、両方の家とも破壊され、近隣の多くの家屋にも被害が及んだ。その他に二発の爆弾が、姫ジ交差点の近くのラバーナグローブとフォートフィールド、ロードの角に投下された。まだ、ラバーナグローブは建設中であり、爆弾が未完成の部分に落下したため、被害は、ほとんどなく、 一人が負傷したのみで人命が失われることはなかった。1941年1月3日の朝4時前、ダブリンのサウスサーキュラーロード地区にあるドノアテラス91番地と93番地の家屋の後部に爆弾が落ちた。3軒の住宅が破壊され、約50軒の住宅が被害を受けた。その他、ドノア長老派協会と付属学校、ユダヤ教のシナゴーグも被害を受けた。 20人の負傷者を出したが、人命は失われなかった。ノースストランド空襲記念碑1941年5月31日、ダブリン北部にドイツ軍の爆弾が4発落ちた。夜、アイルランド軍の監視員がドイツ軍機の大軍を発見し、サーチライトを点灯して追跡した。ドイツ軍機は編隊を組んでおらず、蛇行しながら単独飛行しており、 中には旋回しているものもあったという。ドイツ軍機がダブリン上空を立ち去らず、不規則飛行を続けていたため、アイルランド軍は警告用の照明弾を発射した。最初はパイロットにアイルランド国旗の色を示す3発の照明弾で中立国の上空にいることを知らせ、続けて数発の赤い照明弾でアイルランドの空域を立ち去らなければ、砲撃を行うことを警告した。 15分が経過したところで発砲の指示が出され、アイルランド軍の降射砲が爆撃機に向けて発射されたが、アイルランドの防空力は弱く、砲手の連度も不十分であった。降射砲の砲弾は爆撃機を破壊することが可能であったが、目標に命中させられず、爆撃機は午前1時28分に爆弾を投下するまで、ほぼ1時間の間、砲撃を受けながら、 飛行を続けた。1分後には2発目が投下され、さらにその2分後には3発目が投下された。その後、ダブリンの空域を離れたドイツ機と残り続けたドイツ機に分かれ、降車砲も沈黙した。北に向かったドイツ機1機が、コリンズタウン上空で、対空砲によって砲撃された後ろ向きを変え、再びダブリン上空に現れ、時折低空で急降下しながら、 町を一周し始めた。再び始まった、光射砲の砲撃やサーチライトの光をかわしながら30分近く、飛行を続け、低空飛行で、機銃装車を行い、午前2時5分に爆弾を投下、着弾した。数分以内に投下された、最初の爆弾3発のうち、1発はバリーボー地域に落ち、 サマーヒルパーク43番地と44番地にある2軒の家を破壊し、大勢の人を負傷させたが、死者はなく、もう一発はフェニックスパークの動物園近くのドッグポンドのポンプ場に落下した。犠牲者はなかったが、アイルランド大統領の皇帝であるアーレスアン、ウフタランが被害を受けた。三発目は、サマーヒル近くのノースサーキュラーロードに大きなクレーターを作ったが、 やはり負傷者は出なかった。その約30分後に投下された最後の4発目の爆弾はノースストランドに落ちて28人が死亡、17件の家屋が破壊され約50件の家屋が大破したが最も被害が大きかったのはセビリアプレイスとニューコメンブリッジの間の地域だった。十八人の死者に加え九十人が負傷し約三百棟の家屋が倒壊。 損壊し、約400人が住む家を失った。6月5日、エーモンデ・バレラ首相や、その他の政府関係者が出席して、犠牲者12人の葬儀が盛大に行われ、その同じ日、デ・バレラは、ドイルエアランで演説を行った。この旅の空襲により無残な死を遂げた多くの国民に、対する、国民を代表する政府によるお見舞いの言葉に、ドイルの議員も加わることを望んでおります。 まだ完全な調査は終わっていませんが、私が受けた最新報告によれば、27人が即死もしくは、負傷後に死亡、45人の重症者、負傷者がまだ入院中です。25件の家屋が全壊し、300件が居住できないほどの損傷を受け、何百人もの人々が住む家を失いました。この出来事は、すべての国民にとって深い悲しみの機会であり、 この議会のメンバーも十分にその悲しみを共有しており、それぞれの場所で立ち上がりました。また、いくつかの自発的組織のメンバーの献身的な貢献により、最悪の範囲や影響を受けた人々の苦しみを軽減したことに対し、政府や私たちのコミュニティ全体から寄せられた心からの感謝の意をドイルも共有します。すでに国民の皆様にお伝えした通り、 ドイツ政府には抗議しました。今のところ、ドイルで私がこの案件についてこれ以上お話しすることは期待されていないでしょう。戦後、西ドイツは誤爆の責任を認め、1958年までにマーシャルプランの援助金を使って32万7000ポンドの賠償金を支払った。2000件以上の賠償請求が、 アイルランド政府によって処理され、最終的な賠償額は34万4千ポンドに達した。1941年時点で、ナチスドイツの一部だった東ドイツとオーストリアは、賠償金の支払いを分担しなかった。1953年のロンドン債務協定で、金額が確定し、最大限の保証が可能になった。誤爆の原因時間の経過とともに、 この誤爆の理由がいくつか主張されてきた。国民啓蒙宣伝省が運営するドイツのラジオ放送は、ドイツ軍が意図的にダブリンを爆撃することはあり得ないと述べた。アイルランドの領空は繰り返し審判を受けており、連合軍とドイツ軍双方の飛行士がカーラキャンプに収容されていた。後に空襲に参加した誘導者の一人が語っているように、 広報上のミスや目標を間違えたことが原因として考えられる。ダブリン同様アイリッシュ会を挟んでグレートブリテン島と向き合うベルファストを含むイギリスの数多くの大都市が爆撃の標的となった。戦時中のドイツの謝罪と戦後のドイツの賠償金支払いの根拠として誤爆の原因がドイツ空軍飛行士の航校ミスであったことを示す。さらなる証拠が挙げられている。 またもう一つの要因として、1941年4月にドイツがベルファスト空襲でイギリスの一部であるベルファストに大規模な爆撃を行ったことも考えられる。これを受けてアイルランドはベルファストに救助隊や消防隊を派遣して支援した。で、我らはドイツ政府に正式に抗議するとともに、彼らは我々の仲間という有名な演説を行ったのである。 この爆撃はアイルランドが参戦することに対する警告だったとする説もある。アイルランドの防衛措置調整大臣であるフランク、英検の鳩子にあたるエドワード・フリン大佐が、ベルファストからの避難民が到着するダブリンのアミアン・ストリート駅が爆撃されると、方法教がアイルランドに警告していたことを思い出し、語ったことで、この説はさらに信憑性を増した。現在ダブリンこの利益と呼ばれる、 この駅は爆撃で最大の被害を受けたノースストランドロードから数百メートルの位置にある。同様にフリンは7月4日のドイツ軍による弾道区爆撃も弾道区がアイルランドからイギリスに輸出される牛の出荷元であることの懲罰として方法協が事前に警告していたと主張した。戦後、ウィンストン・チャーチルは1941年5月30日夜のダブリン爆撃は 我々が Y に干渉したことによる良きも意図もしない結果だったかもしれないと語っている。彼の発言は電子戦のことを指しており、Y とはドイツ空軍が爆撃機を目標に導くため用いていた方向探知用の無線信号のことである。しかし、この技術は1941年半ば時点では十分なものではなく爆撃機の信号受信能力を制限することしか、 できなかった。ありがとうございます。